じゃあ収録も始めます。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第8回目、開始してまいります。前回までは競技者の用具についてお話ししてまいりました。で、今日からですね、第5条主審に入りますということで予告でも申し上げましたが、実はこういろんなものが入ってきまして、すべてを語りたいんですが、その分量といいましょうかですね、配分をどうしようか非常に今も迷っています。と言いますのは、前回の振り返りと、あと、女子のワールドカップに関して、ベスト8で、なでしこがスウェーデンと対戦したことに関しても、私の見た、なんていうでしょう、見解と言いましょうかですね。それちょっと触れたいというのもありますし、また本編の第5条に関しても、進めてまいりたいんですけれども、ボリュームも、ありますので、3回から4回に分けるのかなと、ちょっと予想しておりますが、始めてまいります。この放送に関してはですね、アプリで、リスンラジオ、マイチューナーラジオで、お聞きいただけます。また、当日以降は YouTube でも配信しておりますので、映像等をですね、ご覧になりたい方は、ぜひ YouTube でもご参照ください。で、またご質問等ありましたら、FM ギノワンのメールアドレス、797@fmginowan.com までお願いいたします。スペルに関してはホームページ等に掲載されておりますので、こちらをご覧ください。でですね、前回の用語に関してちょっと補足もしてまいりたいと考えております。私個人のツイキャスでも6分ほどお話ししてきましたけれども、ちょっと前回本編で言い足りなかった部分としてはですね、保護するサポーターのことについてですが、基本的に、色が黒系が主として黒になってますので、ストッキング、ソックスですね、そのソックスの表側で巻くというのが基本的には難しい、認められないであろうということですので、ソックスの内側に装着をするか、もしくは、ソックスと同色の色で、のテープで、周辺をですね、巻いてしまうとか、そういったことでしかおそらく認められないんではないかと考えております。足首の捻挫とかですね、故障で巻く方、もしくは、膝に関しては、ソックスの上の部分ですので、ほぼ、認められないことはないです。膝に関してはほぼ大丈夫なんですが、足首ですね。その辺のサポーターに関しては、おそらく内側に入れてくださいと指示される場合があると考えられますので、その辺は柔軟に対応してください。それと、あとよく、ロン毛の方が、髪の毛の長い方ですね。ヘアバンドを着用する場合があります。これに関しても、基本的には安全をまず基準としますので、金具類はついていないもので、さほど長くないものですね。それを当日の用具チェックのところで、チェックをされてしまいますので、購入するときとかですね、身につけるときにはそういった、尖ったものとか、危険でないものを考えて身につけてください。そういうことでありまして、で、今のが一般論と言いましょう、原則なんですが、日本サッカー協会の方からですね、2020年の3月18日に通達が出まして、
ちょっとまあ、上のレベルではまあいいんですけれども、市町村とかですね、下のカテゴリーになりますと、この基準、用語に関する基準をですね、徹底すると、ちょっと支障が出るのではないか、差し障りがあるのではないか、ちょっと大変ではないかということで、選手の用語に関する運用緩和についてというタイトルで通達ができます。で、競技者と言ってるのに、ここでは選手って言葉を使ってるんですね。非常にまあ、曖昧と言いましょうか。やっぱり JFA も選手という言葉を使ってますけれども、それでいいんじゃないかと思うんですけれども、この通達の中ではですね、ストックスのテープに関する、動植に関しては、別段色が変わってもいいじゃないかということで、不問にしています。で、また、アンダーシャツやアンダーショーツですね、タイツに関しても、まあ、これもチームで統一していれば、まあ、色が違っててもいいんじゃないかと。というふうな、まあ、通達があります。で、また、両チームで、まあ、用意したシャツ。これが、まあ、色が判別しづらいと。いった場合はどうするのかってことですけれども、まあ、主審の方で、どちらかのチームに、ビブスを着させる。ユニフォームではないけれども、よく交代要員が、ベンチ側で、練習をするときに、両チームの、色と違う、なんて言うんでしょうね。選抜メンバーと見分けがつくような形で着用する、薄いメッシュ素材のものを着用しますけれども、それを試合で着させましょうということになっています。で、また、ゴールキーパーに関しても、まあ、フィールドプレイヤーと同様に、ショーツ、ソックスは、まあ、フィールドプレイヤーと同じでもいいよというような、まあ、緩和ですね、をしておりますので、まあ、グラスルーツと言いましょうかですね、そういう底辺のカテゴリーに関しては、まあ、そういった、まあ、柔軟な変更が認められています。で、これに関して次にですね、パワーポイントをちょっと見ていきます。で、本日はですね、1段目にさっきの振り返りということで、ちょっと修正、補足を申し上げました。で、主審に関しても、そうですね、10分ほど使って、途中までですけれどもお話をしていきまして、で、その後、女子ワールドカップでの日本の、まあ、最後の戦いとなったスウェーデン戦に関して、ちょっと自分自身が気になること、まあ、正しいかどうかはちょっとまあ、難しい部分もあるんですけれども、私なりに感じたことを、3つほど申し上げて、また次回続きとさせていただきます。それでですね、まず、第5条に主審という項目があります。で、そこには主審の権限として、まあ、各試合というのはですね、この試合に関して競技規則を施行する一切の権限を持つ主審によってコントロールされる。ということになっています。で、基本的にサッカーって言いますのは、イングランドの方で発祥しているもので、そうですね、基本的に合議制を取るアメリカのスポーツとはちょっとこう、趣が違うと言いましょうかですね。発生した、なんて言うでしょうね、きっかけが違うということで、ラグビーもそうですけれども、基本的に一人の中心となる判断権者がその試合を掌握して全てを決めていくっていう傾向にあります。ですので、サッカーも基本的な主審が決めます。で、このことに関しての歴史も後ほど時間表はあるかどうかわからないんですけれども、お話ししていきます。で、主審の決定に関することが次に規定されていまして、で、この競技規則とこのサッカーの精神、まあ、一番最初の第1回目、第2回目でお話ししましたけれども、それがまず大前提です。で、能力の最大を尽くするということで、まあ、審判員も、なんて言うでしょうね、一生懸命、皆さんのために、その競技規則を前提として、ラジしていきますよということで、そしてこの適切な措置を取るために与えられた裁量権がある。非常にこう、曖昧なところとかですね、決定しなきゃいけないところに関しての、主審に、フリーハンドに近いものが与えられています。
それは出身の見解に基づく。どういうことかというと、判定は主観によって判断されます。なので、主審が、まあ、感じたまま、見たままを、通り一つに照らして判定していくということであります。画面を切り替え忘れました。で、プレーに関する、技術についての主審の決定は最終であるということになっています。で、まあ、過去に関してちょっと詳しい方もいるかと思うんですけれども、ワールドカップのアジアの最終予選でですね、過去にウズベキスタンで、ちょっと悲しい出来事、まあ、審判員にとっての、まあ、悲しい出来事がありまして、この規定が果たして活かされていたのかどうか、ちょっと私も正直疑問に思っています。まあ、再試合になったんですけれども、それに関してちょっとまあ、主審の決定が最終であるということが、裏返った事例だったんじゃないかと、まあ、詳しいことはちょっと申し上げられないというか、ちょっと記憶が細かくないので、まあ、その程度にしていきます。で、一番大事なことは、審判員の決定に関しては、両チームは常にリスペクトをしていただきたいということであります。確かに不満はあろうかと思いますが、決定に関しては尊重していただきたいということで、フェアプレーの要求でもあります。で、職権と任務に関してですけれども、非常に幅広いです。3人、基本的には、まあ、試合で派遣される場合が多いです。まあ、プロのリーグですと、まあ、4人派遣されますけれども、まあ、通常の、市町村や、都道府県レベルであれば、まあ、3人が一般です。で、1人で派遣される場合もあるんですね。そうした場合は非常にこう、まあ、見ていく部分と言いましょうか、ね。幅広くて、本当にもう、なんでしょう、猫の手も借りたいぐらいの、煩雑な、まあ、業務というんですかね。試合前、試合中、試合後に関してとあります。で、主審に関しては、唯一、カードを出せる人です。まあ、懲戒罰と、まあ、難しい言葉で言いましたけれども、カードと言いますのがですね、まあ、いわゆるイエローカードとレッドカードであります。これに関しても第12条のところで詳しくお話はしますけれども、サッカーに関して、まあ、試合前ですね、試合中、試合後に関して、競技規則に則って、まあ、正しくないことをした競技者、まあ、交代要員。で、チーム役員、監督とかですね、コーチ、トレーナーとかですね、そういった方々にも、カードを提示することができるようになりました。今までは、チーム役員に関しては、退席処分、退席ということで、もう一発で、そのベンチから、外に出てください。まあ、更衣室に戻ってください。という形で追い出す形になったんですけれども、警告、退場という項目ができまして、チーム役員にも、その規定通りの内容で、イエローカード、レッドカードが出せるようになりました。まあ、これが大きく変わった点ですね。それでですね。あと、主審も、まあ、副審も、まあ、第4の審判員もそうですけれども、試合の時間を計測します。で、以前にも申し上げましたけれども、まあ、基本的には時計を2つ、身につけます。で、1つがランニングタイムで、1つが、まあ、規定通りに、試合を停止したときに、まあ、ストップウォッチと言いましょうかですね、片方を止める。そしてそのランニングタイムとの誤差で、アディショナルタイムを、まあ、目視列と測って、まあ、第4審もしくは本部に伝えます。まあ、それ用に時計は2つ必要です。で、競技規則を適用するというのはもう当然のことですので、これを必ず、まあ、正確に理解をしておいてください。また試合の管理、すべてにおいて主審は、この試合に関して一切を任されていますので、非常に広範囲な、まあ、役名、役割があります。で、まあ、主審に関してですね、一番こう、なんていうんですね、見せ場となるのが、アドバンテージという場面、状況です。
これに関しては皆さん勘違いしている方もいるのではないかとは思うんですね。で、アドバンテージに関しては、今までは両手をこの YouTube 等でご覧いただいている方は、図に書いてありますけれども、両手を前に突き出して、プレイオンという言葉で、発して、プレイを続けさせます。で、最近ではですね、それは片手でもいいですよというふうに変わってまして、要は動きやすい形でシンプルに、それをシグナルできればいいんではないかということで、変更と言いましょうか、両方を用いていいということになっています。で、この図のようにですね、両手を前に伸ばす、差し出す方法と片手という方法があります。で、アドバンテージというのは何かって言いますと、ファウルは認識しているけれども、そのチャンスですね、得点に関してのチャンスを演出するために、プレーを停止させずに、プレーを続けさせることなんですね。で、これを用いる、アドバンテージを適用するって言いますけれども、これを適用するということで、ノーファウルなんではないか、というふうな、認識をされる方もいるんですけれども、これはノーファウルではありません。ファウルと、いうのを前提として、ファウルされたチームが有利に展開できる場合に、それを止めずに続行させるということなんですね。で、どういう場合にアドバンテージを適用できるかと言いますと、基本的に4つの基準があります。で、ここでも示されたように、まず1番で反則の重大さ、そして反則の行われた場所、で、大きなチャンスとなる攻撃の機会があるかどうか。試合の状況、雰囲気とありますが、反則が出て非常に重大で、相手のもう、怪我をさせてしまうような、もうその試合ではもう立ち直れないような大きさであれば、それは続けさせるべきではない。基本的にはそこで止めて、その反則の重大さに応じた罰を与えなければなりません。ということは結局は、退場に値する行為ですね。それはその場でもうしっかりとレッドカードを提示して、悪さをした競技者を退場させると。ですので、ある程度、負傷と言いましょうかですね、ファウルの程度が軽い場合には適用しやすいと。で、反則の行われた場所ですけれども、自陣深くで適用してしまうと、なかなか得点と言いましょうか、いい状況にはなかなか繋がらないので、我々がよく指導を受けているのは、ほぼ相手陣内で、得点が、狙えそうな場面を想定しています。ですので、あまり自陣内での、反則に関して、アドバンテージは、全くダメというわけではないですけれども、なかなかいいとは言えないということになっています。で、また、そのアドバンテージによって大きな攻撃の機会を作れるのかどうか、それも見極めなければいけません。非常にこれはもう、主審の経験とかですね、勘とあとサッカー勘、様々な、状況を見なければいけません。で、試合の状況ということで、もういろいろとファウルを繰り返して犯してしまって、荒れてしまうといった状況では流すと、なんでファウルを取らないんだよ、といった形で、さらにヒートアップする場合がありますので、非常に両チームがフェアにプレーが続けられているというような、状況でなければならない。非常にファールを犯し合ってる試合であれば、小刻みに止めてしまうしかないんですけれども、非常に良好な状態であれば、このアドバンテージを適用することが非常に効果的であるということになっています。ということで、適用は限定的なんですけれども、ただ正直私はもう少し幅広く適用したいと思っているものですので、非常にアセスターからの印象がですね、ちょっと良くないことが多いです。それでですね、それ以降のお話をしたいんですが、ちょっとワールドカップのことで、私なりに感じたことをちょっとお話ししたいと考えております。一旦画面を戻します。でですね、まずその47分のところなんですね。サッカーの場合はですね、前半後半あるんですけれども、
時間を通算で表示します。ですね、47分ってことは後半のまあ、およそ2分のことですね。で、スウェーデンのですね、2番だったかと思うんですが、右からのコーナーキックで、そのボールが上がって、で、真ん中付近に、ペナルティエリアの真ん中付近にいたスウェーデンの9番の方がヘディングしたボールがですね、日本の10番、長野選手の右腕付近に当たったという事象がありました。で、この点に関して、VAR が介入して、で、主審の方が、まあ、映像を見に来ました。オンフィールドレビューということで、第4審の裏側にあるモニターに行ってですね、その状況を見ました。で、私もその、通常の時間内での映像の速度で見たところは、一瞬ちょっとビクッとしました。あ、ということで、怪しいな。ただ、その映像が遠かったので、判然としなかったんですけれども、若干長野さんの右腕が体からわずかですが離れていました。で、結果としてその VAR を見た後に、ペナルティーキックという宣告がなされましたので、ハンドの反則が取られた。で、まあ、私ならどうするか、どう考えるかというと、腕がボールの方向へは行ってないんですね。ボールが腕に行ったというふうにまず見ます。まあ、主審というか審判によってちょっと見解も違うかもしれません。で、またヘディングした場所と、長野選手がいた場所が非常に近いということで、避けられない不可避なボールだったんではないか。そして、右腕もですね、多少離れてはいたけれども、そんなに不自然ではないし、不必要な位置にも上げているような状況でもない。ということ。また、長野さんはですね、ヘディングを、まあ、捨てるっていう形で、まあ、ジャンプはしています。ですので、ジャンプで起きた一連の体の動作もあったというふうに考えますので、私ならノーファウルにしたいと考えております。ちょっと残り時間もないですけれども、まあ、ただ、長野さんとしてはどうすべきだったのかなって私なりに思いますが、残念ですけれども、両腕を体に密着させて飛ぶか、まあ、後ろ手にして組むしかなかったとしか申し上げられない。で、まあ、この辺の動きはもう一連の動作なので、仕方はないと思うんですが、やはり、まあ、ワールドカップの世界では、ハンドに取られてしまったということなんでしょうかね。で、もう一つは69分に、右サイドから長谷川選手のドリブルで上がっていったところ、ペナのそばにいた、ペナルティエリアのそばにいたですね、日本の9番の植木さんにボールが渡ったところで、スウェーデンのおそらく13番なんでしょうけれども、競り合ってですね、植木さんの後方から接触したのではないかと。で、そこで、ノーファールの判定が、あったと。で、私にはですね、不用意なチャージングに見えました。ボールに行かずに、この植木さんの後方から体をこう当てていって、非常にこう、悪質さですかね、それを感じたので、ファウルではないかなとは思ったんですが、まあ、判定はノーファウルということになっています。で、また、74分に、ペナルティエリアに侵入した9番の植木さんが、スウェーデンの7番に、まあ、おそらくトリップをされて倒されて、それで PK と判定されたと。まあ、これがちょっと失敗 PK だったんだと思うんですけれども、で、私が映像を見た限りは、接触がほぼなくて、単にこのボールにちょっと乗っかって倒れたような、で、またその両足がですね、非常に不自然な形で、まあ、倒れてるんですね。ということで、私としては、ファウルを受けたのではなくて、まあ、自らが転んだという形で、まあ、ノーファウル。まあ、シミュレーションという反則にまではいかないけれども、怪しいかな。まあ、最低限ノーファウルで、
スプレーを流した方がいいんじゃないかな。両足も揃っていることですし、ちょっとこれは倒されるにしては不自然な倒れ方かなっていうこともあります。ですので、まあ一応この3つに関してが私個人的に気になった点です。まあ、もっとこう、まあ、造形の使い方であれば、いや、こうじゃないかとか、いろいろあると思うんですけれども、私個人としてはここが気になりました。ただ、ハンド残りの判30秒で定に関しす。ては、非常に残念です。で、一応ここまでといたしまして、また次回その続きからやってまいります。本日は駆け足になりましたけれども、以上となります。ありがとうございました。また来週お願いします。あ、やっぱりなんかスピーカーから音出ないですね。じゃあ、終了したいと思います。どうもお疲れ様でした。はい。